こんばんは、えだちゃんです。ですね、今日、8月の23日なんですけど、職場で一応 YouTube のチェックをしてたところ、なんか外国の人からねコメントが入ったんですよ。で、開いてみたらなんか英語で書いてあるの。なんか私の動画、このね、辛ラーメンの動画がクールみたいな。で、なんだろうなと思って、まあ、うちでパソコンを見たんですよ。まあ、今こうやってる状態じゃないですか、放送。そうすると、この下に認証待ちのコメントがありますっていうところがあるんですね。で、まあ、それを確認したところ、まあ、こうやって、本文が、まあ、書いてあるんですけれども、ここを見るとですね、ほらスパムって書いてあるんですよ。で、まあ調べたところ、このスパム一回ねちょっと開けてこの人の動画見たんですけど、これがね、いけないものなのかどうなのかがわからないので、まあ今回の動画はね、一応もしかすると2回3回と開けない方が危険なのでやめた方がいいのかなって1回だけ見たんですよ。そしたら、まあなんだろう、チャンネル登録もあって、なんか普通の動画っぽいんですけど、その書いてあるなんていうの、こうアニメーションの動画なんだけど、なんていうのかな、ちょっと英語のようで英語じゃない文字ってあるでしょ、ちょっと化けてるような、あんなような、ずらーっと並んで、ちょっと解読不能みたいな感じなんですよ。でね、ちょっと怖くなって一回、もう閉じました。で、まあ、一応ここ YouTube の人が見てね、この動画を見てなんか気づいてくれればいいんだけど、もしなんかの時にね、私があのチャンネルやってて、このスパムでなんか不具合を起こした時の一応証拠としてね、今日はまあ動画ではないんですけど、まあみんなも入ってきたかしらね。まあ、一応ツイキャスもやってんので、どっからこういうのが入ってくるかわかんないんだけど、初めてこういう動画にスパム、広告ですね、入ってきたので、ちょっと心配になって、こちらを撮ってみました。でね、もうちょっとここで怖いので、ここなんていうの、BSEVT ってとこ、わかるかな。まあ、一応もうこれを削除してしまいます。コメント削除。この人チャンネル登録をねしたところで、多分いいことはないと思うんですよ。外国の方なんてまず入ってこないからね。で、これスパム1、このまま消えんのかな。これ消えないと恐ろしいよね。まあ、スパム入ってきた人はね、一回自分のとこ一回削除して、もう一回、辛ラーメンとこですね、こう開いて、まあ、認証待ちのコメントっていうのは消えたね。うん、大丈夫とは思うんだけど、いや、これね、うかつにまだ入ったばっかりの YouTuber の人、は外国からのお友達が来たなんてね、安易にチャンネル登録しない方がいいと思いますね。これちょっと今チャンネル登録者さん映っちゃったけど、メッセージか、あ、今ね、認証待ちのまずメッセージってとこをクリックして、必ずこの上の部分見てくださいね。あの YouTuber さん、あのスパムってところに1って入ってるので、多分危険だと思います。このスパムメッセージについて詳しい方がいたらコメントをください。まだね、YouTube 初心者なので、こういうこと全然わかんないんでしょうね。やっぱりこれで動画配信がね、命取りになるといけないので、うん、どうか分かる方は、コメントください。今日はね、ちょっとこういう恐ろしいスパムっていうのが入ってきたんでね、ちょっと動画アップしてみました。それでは、またね、動画あげますのでよろしくお願いします。バイなら。